ドン。どうも、推しはデルタ、ワサモンです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標、無事達成することができました。ありがとうございます。年が明けてもいろいろやっていきたいと思いますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、影の実力者になりたくて、第13話、消滅に捧げる決闘です。聖域がなくなるんかな。アウロラじゃねえ、ハゲと戦って勝つんかな、多分分からんけど、そんな感じかな。まあでも全20話なんでしょう、24とかじゃなくて20話でもう13話まで来てるからな、早いもんだぜ。まあまず前回のおさらい、第12話。あのね、マジで困ったの、意味が分かんなかったの。なんかすごいざっくり説明するんだったら、あの女神の試練の会場に聖域に行ける扉が出てきて、その中にみんな入って、でなんかね、いろんな話が入ってきてんだ。教団とか魔人とかさ、なんかいろいろあるんじゃん。で、七影のその悪魔付きのなんちゃらとか、英雄の子孫だったっけ、なんだったっけ、なんかそういうのがいろいろあんじゃん。で、そこら辺がマジで難しかったから、コメントでいろいろ教えてもらって、どうにか、あ、こんな感じなんだろうなっていう、もう雰囲気、ニュアンス、そういうので理解はしたと思い込んでぐらい。ま、だからまずはあのハゲを倒さないとわからないっていうところで合ってますか。もうそれぐらいの認識でもうちょっと進めていこうと思う。で、あの前回にコメントでいろいろ教えてもらったんですけど、一個一個返してたらわけわかんなくなりそうだったから、とりあえずそのいいねとハートマークはつけたんで全部読んでます。もう本当にありがとうございました。あれを何回も読み返した、いろんな人の。だからまあそれでもね、やっぱね、バカには難しいんだなって思った。頭使わない。使えないからさ、バカだから。まあでも、ありがとうございますね。ほんと、あれ、あるのとないのじゃ、だいぶ理解度が違うなと思ったんで、ありがとうございます。わかんなかったらまた聞きます。じゃあ、13は早速見ていきたいので、よろしくお願いします。もしこの動画良かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、行こう。よし。こんくらいかな。よし。はい。それでは、D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。頼む、推し、やってくれ。お、いいぞ。吸収されてる。大丈夫？大丈夫？これなんか、
死にそうなフラグ立ってない、推しが危ないんだが。俺割と最初からずっとデルタが好きって言って、で角川のさ公式 YouTube でひらがなの影実っていうのが出てんだけどさ、それで分かったのがさ、デルタおバカなんだよね。一つあたりその2分だからまあ見やすいんだけどさ、びっくりするよ。大腸で600ってどれくらいって言ってるからね。600がどれくらいって何って思って、いっぱいって言ったらいっぱいなのですって言って、ああこの子おバカなんだと思って。でもなんかねこの推し補正がかかって可愛く見えるよね。いやーちょっと待ってよ、大丈夫かな、死なないよね、それだけが不安よ。本編開始。大従さんは消滅に捧げる決闘。あら動いて、やっぱむずくねえかこれ。例えなのかな、あれが中心っていうことなんだろう。
映るんですやん。映るんですよ。あら、やっぱ吸い取られるよな。おい、おい、大事なことなのでね、2回言わないとね。で、片目閉じてんの、ずっと。右目が使えねえのか。扉のあれあるやん、後ろ。大丈夫かな。エッチ。うお、ちょっと待てよ。推しが狂ってんだけど。ダサくね。壊れそうやん。
違うやろ。どうする？やばいよ、なんか推しが大変なんだよマジで。お。呼べるん？死なん？大丈夫かな？終わり終わり終わり終わってかわいいかわいい。あのハゲなんか死にそうやね。
ハゲ。ハゲなんですよ。そうね。知り合いのハゲ。見覚えのないハゲ。よっ、捕まえた。こっからまくることできん。
でもまずね人間じゃねえんだよ。でゴリラでもないんだよ。核って言うんですよ。あ、やった、押しだ。出るで。いっちゃんかわいい。その次がね、俺多分ね、ゼータかな。メス猫って呼ばれてて。かわいくない？やっぱ。ファイルズアイさんにドハマりしているからね。ああ好きだわー、かわいい。かわいいな。でもムーブ的には今大丈夫なんか、まだモブとしてのなんかね、だって主人公がハゲってなった時にあーってなってたけど、どういう風にするんだろう。今がね夜中の3時9分、寝てたんだよ、仕事終わって。まあでもなんだなんだ、ここはまずここはなんだ、聖域じゃねえ、なんだ、違う、隠れ家みたいなこと言うとか。あそこの情報も手に入れたし、まあ今からねハゲを、ハゲの方なのか、あいつを倒したら終わるの、ハゲ倒したら終わるでしょ、多分。だよね、あの服がさ吸収されてちょっと肌が出ている時にさ、また胸取れるんだろうなと思ったら胸が、何か問題ありましたか。なんでさこのシリアスな流れの中にさあんなバカみたいなこと挟み込むの。それでいいんだけどね。まあでも推しが生きてただけまだいいか。マジでバーサーカーみたいになってきてる。アルファがキッてやってる。あそこのシーンもう一回聞こうぜ、めっちゃ可愛かったの。ごめんなさいみたいなこと言う、よかったわ、もう一回聞こう。後半の方や、ごめんなさいなのです。ヒェイ、かわいい、マジでかわいい。あのね、影実の方も見てほしい。影実の方のね、デルタもね、めっちゃかわいいから、ぜひ見てほしいね。まあでも捕まえて、やばいな、なんかアトミック以来やな、第5話以来の捕まえて。いやでもやっぱあのアイアムアトミック、ささやきには勝てんな。アトミックバカみてで、どう考えてもあの剣のデザインもさ、もう中学生が好きそうなやつよね。すげえ。今ああいうデザイン考えろとか言われても無理だもんね。小6とかの俺だったら多分ああいうの喜んで描いたけど、今の俺無理だもん。
シンプルな剣になるよ。もうギラついてたね、剣がすごかった。で、まあ、今から投稿するから多分4時ぐらいには投稿できてんじゃないかな。終わり。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらの事項ぜひ。ということで、影の実力者になりたくて第13話消滅に捧げる決闘でした。ありがとうございました。